この場所は私たちの聖地よ。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあかねです。アニメや漫画のファンが作品に関連する場所を訪れる聖地巡礼は外国人観光客にも大人気。作品の世界観に浸れることや写真映えすること、ガイドブックには載っていないような特別な場所に行けることが聖地巡礼の魅力だと言われています。今回ご紹介するのは、初めて日本を訪れアニメの聖地巡礼をしたドイツ人女性のエピソード。早速ご覧ください。日本で聖地巡礼をしたドイツ人が驚愕。私の名前はアグネス。イラストレーターをしている30代のドイツ人よ。私の趣味は海外旅行。仕事で海外に行くことも多いから、趣味と実益を兼ねているって感じね。いろいろな国を訪れて異文化に触れるのは最高に刺激的。これまでに訪れた国は20カ国以上にもなるのよ。ある日のこと、いつものように旅行関係の SNS をチェックしながら、私が次の海外旅行先を探していると、恋人のベルトルトが、次は日本なんてどうかな？アニメの聖地巡礼とか面白そうじゃないか。と誘ってきたの。アニメの聖地巡礼。その言葉に私はものすごく惹かれた。もののけ姫や千と千尋の神隠しといったジブリ映画や、美少女戦士セーラームーンなど、日本のアニメには大好きな作品がいっぱい。話題になった作品を中心に見ているけれど、映画館で見て気に入ったものは DVD も購入しているくらい、私は日本のアニメが好きなの。最近見た中では、新海誠監督の君の名はがお気に入り。ストーリーが素晴らしいのはもちろんだけれど、特に息を呑むほど美しい映像の数々に感動したのよね。夕日に照らされる街並みや、趣のある神社や建物、そのどれもがまるで写真のように美しく、同じアート業界の人間として鳥肌が立つほどに感激した。多分、ハリウッド映画でもあんなに繊細で美しい映像は作れない気がするわ。ねえ、東京ってどんな街なんだろう？僕も行ったことがないから詳しくは知らないな。あのね、新海監督の作品には東京がよく出てくるでしょ？だから、どんな場所なのか気になっていたのよね。確かに、君の名はもう天気の子も東京が舞台だったっけ。じゃあ、次の旅行先は東京で決まりだな。うん、そうしようかな。乗り気なベルトルトに対して私が微妙な返事をしたのは、これまでにいろいろな国で聖地巡礼をしてきたけれど、映像で見た世界と現実がかけ離れていることも多かったから。つまり、君の名はの世界も実際には存在しないんじゃないかって疑ってしまったのよね。それに、たとえ風景が美しくても、そこに住む人々の態度や街の雰囲気が悪ければ興ざめしてしまう。せっかく映画の世界に浸りに来たのに、不快な思いをしてがっかり。そんな経験をしたことも、これまでに一度や二度じゃなかったの。もしかしたら、新海監督が描いた東京も、実際はそこまで素晴らしい場所じゃないのかも。たとえ素敵な場所だったとしても、そこに住む人たちが残念な感じだったらどうしよう。そんな不安ばかりが私の心をよぎったわ。それに、日本は遠いし、何度かアジアへ旅行したことはあるけれど、正直言ってあまり肌に合わなかった。せっかくの貴重なバケーションだから、失敗したくないのよね。私はぽつりとつぶやいた。すると、私の不安を察したベルトルトは、大丈夫だって。君はいつも心配しすぎなんだよ。それに、もしも日本が気に入らなかったら、旅程を変更して他の国へ行けばいいじゃないか。と、励ましてくれたの。あなたにそこまで言われたら、行くしかないわね。私だって本当は日本の文化が大好き。ベルトルトと同じく日本へ行ったことはないけれど、前々から行ってみたいとは思っていた。だから、多少の不安はあるものの、
やっぱり日本へ行くことにしたわ。そんなこんなで、ついにやってきた日本。その第一印象は、他のアジアの国々とは比べ物にならないほど良かった。ただ、日本人はあまり英語を話せないみたいで、道を尋ねるのも一苦労。だけどみんなすごく親切で、まるで自分のことのように親身になって助けてくれたわ。中にはバスターミナルまで一緒に来てくれて、時刻表を確認した後、このバスに乗ってくださいと書いたメモをくれた人もいたわ。日本人ってこんなに親切なんだ。長旅の疲れもあって、その親切が心に染み渡ったわ。実は以前東南アジアを旅行した時にはね、同じように道を尋ねたら、いきなりスーツケースをつかまれて運び出され、高額な道案内代を要求されたことがあったの。その時は断るのも怖くて、言われた通りにお金を払ってしまったけれど、あれは本当に嫌な思い出。だけど、平和で安全な日本では、そんなことは起こりそうもない。安心して旅行を楽しめることに私は安堵したわ。日本に着いた翌日からは早速観光を開始。まずはドイツでも人気上昇中のラーメンを食べてみることにした。ドイツで提供されるラーメンはほとんどがドイツ風にアレンジされたもの。私たちは初めて食べる本場のラーメンにワクワクした。食券を購入して席に着くとすぐに水を出されたことにびっくり。しかもその水は無料のサービスだったの。ドイツでは飲食店で提供される水は有料であることが多いから、あれは嬉しいサプライズだったわ。そしてそのお店の看板メニューだという豚骨ラーメンは想像の何倍も美味しかった。スープを一口飲むと口の中に広がる濃厚な旨味。麺はコシがあってスープにもよく絡んでいた。さらにトッピングのチャーシューは肉の旨味が凝縮されていて、とろけるような柔らかさ。ラーメン一杯であんなに幸せな気分になれるとは思わなかったわ。日本に滞在している間は気になっていた日本食をいろいろと食べ歩いた。二日目の夜にはベルトルトが行きたがっていた屋台へ。でもね、国によっては外国人料金を請求する屋台もあるから、私は少し警戒していたの。だけど、日本の屋台は外国人を騙してお金を巻き上げようとすることはなく、安心して食事を楽しむことができた。これまではアジアと一括りに考えていたけれど、日本は他のアジアの国とは全然違うんだと実感。ベルトルトも私と同じことを思ったそうよ。そして聖地巡礼では、君の名はの舞台となった東京のスポットを巡った。劇中で何度も見たドコモタワーは、まるで映画から飛び出してきたかのようにそのままの姿。街並みも映画で見た風景のままで、映画を見た時の感動が蘇ってくるわ、と興奮しながら私たちは街を歩き回った。移動の際には、主に電車を利用。駅のホームでは、小さな子供ですら行儀よく並んでいて、割り込みが当たり前の国もあるのに、と文化の違いを感じた。それから電車の到着時刻が頭上の電光掲示板に表示された時間とぴったり同じなのにもびっくり。日本人は真面目で時間に対する意識が高いんでしょうね。ああ、私はなんて愚かだったんだろう。実際に日本へ来てみると、自分が日本についてどれほど誤解していたのかを思い知らされた。来る前はあんなに心配していたのに。過去の気苦労を思い返すとなんだかぐったりしてしまったわ。だけどそんな気持ちも吹き飛ぶほどに、君の名はの聖地巡礼は大満足で、菅神社や四ツ谷駅、カフェラ・ボエムなど都内の聖地のほとんどを巡ることができた。私たちが特に好きなのは新海監督が描く空。今回の旅では作品と同じ美しい空を見ることができて本当に感動したわ。いろいろな場所を巡った私たちだけれど、警官として一番テンションが上がったのはやっぱり新宿警察署裏交差点。ここにはラッドウィンプスの挿入曲全然前世が流れ、物語が動き出す印象的なシーンに登場する円形信号機があるの。映画で見たままの姿ね。
写真を撮ろうよ。私たちは交差点をバックにツーショットを自撮りしようとした。ところが、アングル調整がうまくいかずに四苦八苦。すると、近くを歩いていた男性が、よかったら撮りましょうかと声をかけてくれたの。実は私は他国を旅行した時に同じように声をかけられたことがあって、その時は危うくスマホを持ち逃げされそうになった。だから、もしここが日本以外の国だったら、私は警戒して彼の申し出を断っていたと思うわ。でも、この時はもう日本人に対する警戒心は全くなかったから、ありがとうございます。お願いします。と彼に頼んだの。すると彼は、すぐにでもドイツの友達に自慢したくなるような完璧なアングルで写真を撮ってくれた。もちろん、スマホもちゃんと返ってきたわ。これは一生の宝物ね。と私たちは大喜び。写真を撮ってくれた男性に何度もお礼を言い、私たちもドイツで困っている観光客を見かけたら、日本人を見習って親切にしようね、と約束した。君の名はの聖地巡礼をした翌日、私たちは一日だけ別行動をすることに。ベルトルトは相撲観戦に出かけ、私はセーラームーンの聖地巡礼をした。私としては彼と一緒にいろいろなスポットを巡りたかったけれど、僕はセーラームーンを一度も見たことがないから、聖地を見たって何もわからないよ。と言われちゃって。まあ、私だって知らない作品の聖地巡礼に誘われたら困るだろうし、こればかりは仕方がないわよね。最初に向かったのは、ウサギちゃんたちが住む町として知られる麻布十番。商店街の入り口には、セーラームーンとタキシード仮面のマンホールがあって、たくさんのファンが写真撮影の順番待ちをしていた。ちなみに、このセーラームーンのマンホールは全部で5種類あって、東洋英和女学園前や東京タワー付近など、どれも作品ゆかりのスポットに設置されている。観光インフォメーションセンターでもらったマンホールマップを片手に、マンホールを探しながら街歩きをするのは、まるで宝探しをしているみたいでワクワクしたわ。そして、レイちゃんファンの私が最も興奮したのが、彼女の実家である氷川神社のモデルとなった氷川神社。朱色が印象的な本殿に参拝すると、なんだか身が引き締まる思いがした。それから、ラフォーレ原宿内にあるセーラームーンストアでは、アクリルスタンドやバッグチャームなど、可愛いグッズをたくさんゲット。キラキラと輝く店内には、セーラームーンの世界観がギュッと詰まっていて、思わずうっとりしちゃった。ここにも海外からのファンが多くいて、セーラームーンが世界中で愛されている作品だということを改めて実感。同じセーラームーンファン同士、言葉が通じなくてもグッズを手に取って一緒に盛り上がれるのが嬉しかったわ。こうして私たちにとって初めての日本旅行は大成功に終わった。出発前はあんなに不安だったのに、日本に着いてからはそんな不安は嘘のように消えてしまい、帰国の日には日本を離れるのが名残惜しくてしんみりとした気持ちになったほど。聖地巡礼も大満足だったし、安全、清潔、親切な日本での滞在は本当に快適で、私たちにとってはまさに理想の海外旅行だった。でもね、一つだけ後悔していることがあって、それは日本を知ってしまったこと。あんなにも素晴らしい国を知ってしまったら、もう他の国では満足できないんじゃないかしら、と不安になってしまったわ。もしかしたら、ゴージャスなリゾート地に行ったとしても、物足りなく感じてしまうかも。少なくとも、聖地巡礼をするなら、もう日本以外は考えられないわね。でも、それほど気に入る国を見つけられるなんて、そうそうないこと。そう考えると、日本に行ったことは大正解だったのよね。海外の反応。君の名は僕も大好きな映画だよ。ストーリーが素晴らしいし、聖地巡りも楽しい。東京をありのままに描いているのに、アニメになるとどこかノスタルジックな雰囲気になるのが不思議だよね。君の名はの菅神社の階段のシーンは私も大好き。滝と三葉がすれ違うところは何度見てもドキドキするわ。いつか友達と一緒に行ってあのシーンを再現するのが私の夢なの。
私が行った時はセーラームーンストアはリニューアルオープン直後で事前予約が必要だったけれど、それでも行く価値は十分にあった。セーラームーンのマンホールも素敵だったし、麻布十番の街を散策したのも最高だったわ。私もレイちゃんの実家のモデルになった氷川神社に行ったわよ。まさにレイちゃんって感じの真っ赤な本殿が印象的で、三日月が描かれた絵馬もキュートだったわ。セーラームーンに夢中だった少女たちが大人になって日本を目指すなんて、なんだか素敵な話ね。いつか私も日本に行ってセーラームーンの聖地を全部巡ってみたいわ。まとめ。今回のエピソードに登場した以外にも、外国人観光客に人気の聖地巡礼スポットは日本全国に数多く存在。例えばスラムダンクの神奈川県鎌倉市や、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの埼玉県秩父市などは、外国人観光客の聖地巡礼が多い場所として知られています。地域活性化に貢献し、経済効果も期待される聖地巡礼は、日本の観光産業にとっても大きな目玉。今後も日本のポップカルチャーの人気とともに、聖地巡礼はますます盛り上がっていくことでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。